雲の網にかかったトンボ雲の網は、雲が自分で出す糸で作った網である。雲は広い空間に糸を張り、それを組み合わせて精巧な網目状の構造を作ることでよく知られる。これは基本的には餌となる昆虫などの小動物を捕らえるための構造で、つまり人間が魚を捕らえる網と似た働きのものである。日本語ではこれを古くから、 蜘蛛の巣と呼び名表してきたが、古くは、また、蛛の網と呼ぶことも多かった。秋風は、吹きなやブリーソワが、宿のあばら隠せる蜘蛛の巣釜液を風吹けば耐えぬと、見える蜘蛛の網も、また、玄吉画でやむと矢はきく現在では、蜘蛛の巣と呼ぶのが、一般的である。ただし、雲が生活の上で形成する、構造物としては、穴の中に作る糸で作ったトンネルや乱納を、中に置いて、 メス雲が共にこもるテント状のものなどがあり、巣と呼ばれるべきなのは、このようなものがふさわしい。ただし、雲の巣と呼ばれるものの中には、実際に巣として機能するもの、網と巣がつながっているものなどがあり、厳密に網と巣を区別するのは難しい。様々な形がある。それらの形は、雲の分類群と強く結びついており、場合によってはとても精巧な構造をしている。 縁網、横糸には、念玉があって光る一般に、雲の網として想像されるのは、おそらく、中央から放射状に引かれた糸に、同心円状に細かく糸が張られたものであろう。このような構造の網を縁網と呼び、主として、黄金雲か、足長雲かと渦雲かなどのものが張る網である。中心から放射状に張られた糸を縦糸、縦糸に対して直角に、 同心円状に貼られた糸を横糸という。横糸は、実際には、同心円ではなく、螺旋状に貼られている。網の中心付近には、横糸がなく、縦糸の交わるところには縦横に、糸の絡んだ部分があり、これを、古式という。雲が網にいる場合には、普通ここに居場所を定めている。網の外側には縦糸を貼る枠に当たる糸があり、これを、枠糸と呼ぶ。 網の中で粘り気があるのは横糸だけである。横糸をよく見ると、樹図のように年球が並んでいるのがわかる。横糸は螺旋状に貼られているが、普通網の下側の方が数が多い。これは網の下側では一部が螺旋ではなく往復で貼られているからである。網を貼るには、まず枠糸を貼らなければならない。普通。 雲はデイト突起から糸を出し、それを風に乗せて飛ばし、向こう側に引っかかると、その糸の上を往復して、糸を強化することで枠を作る。そのため、川の流れを越えて網を張ることができるものもいる。次に、枠の内側に縦糸を張る。縦糸を張り終えると、中心から外側に向けて、螺旋状に荒く糸を張る。これは、横糸ではなく、 後に横糸を張るときの足場であるという意味で、足場糸と呼ばれる。足場糸が引き終わると、今度は、外側から内側へと横糸を引き始める。横糸を張るとき、雲は縦糸にで糸突起をつけて、糸をくっつけると、中心に向かって進み、足場糸に触ると外側へ進路を変更し、次の縦糸に糸をくっつけるという動作を繰り返す。足場糸が横糸を張る邪魔になると、 その足バイトは切る。最終的には、すべての足バイトは切り捨てられ、細かく、横糸が貼られて完成する。普通の縁毛では、完成まで1時間とかからない。鬼雲の仲間では、夜間だけ網を貼るものが多い。夕方に網を貼り、明け方には片付けてしまう。この時、網を貼る手順のほぼ逆の手順で、規則正しく、網を片付ける。 枠だけは残しておいて、次回も使う場合もある。片付けた網はどうするかについて、ファーブルは、それを食べてしまう、とする観察を残した。後にそれは疑問視され、網を壊して団子にするが、それを弾き飛ばして捨ててしまうとの観察も出された。しかし、放射性同位体を使った調査により、少なくとも一部の雲の場合、網を食べるのは事実であり、しかも、 それが翌日には再び糸として再利用されていることが確認された。小金モの場合、常に縁毛の中心に陣取っているが、青鬼モなどでは縁毛の枠糸の端に葉を丸めて巣を作り、その中に潜んでいる。これは網と巣が別個に作られる例である。小金モの仲間は網にジグザグや X 状に糸でできた白い帯をつけることが多い。 これを雲の姿を隠す働きがあるとして、隠れ帯というが、そのような効果があるかどうかは定かではない。そのため、白帯という呼び方もある。一部の鬼雲類では、網の大抵上側に、縦糸3本分の横糸のない空白を作るものがある。このような網は、横糸を張るときに往復運動だけで作られるもので、このような網を切れもうという。 小金雲かの雲は、大抵網網を地面に垂直に張るが、足長雲かのものは水平に張るものが多い。また、この類では、網の中心の雲の止まる位置を食い破って、穴を作るので、無骨う式毛と呼ばれる。網網から変形したものも様々である。代表的なものを挙げる。雲の張る、網の形には他にも様々なものがある。代表的なものを挙げる。 草雲など、棚雲かのものが張る網が、その代表である。縦横に張り合わせた糸によるシートが作られ、全体として、ちりとりのような形になり、その奥に通路が続いている。雲は、シートの上に乗った姿勢で走り回る。雲はこの通路を押すとして、網に虫がかかると飛び出してくる。敵が来ると、通路の奥から外に逃げ出す。八千雲類では、 このような網を地面に作り、巣穴は地中のトンネルに続く。上後雲などの網もそれにやや似ていて、棚のような構造がはっきりしないものである。時に、上後網とも言われる。黒掛地雲などの網も、巣穴とその入り口の膜状の網という構成は似ている。網の部分が丸網の縦糸と横糸のような構造となっており、隙間だらけであるので、ボロ網と呼ばれる。 カゴモオヒメグモか、幽霊グモかなどの春網である。カゴモとも言う。全体に構造のはっきりしないカゴのように荒く糸を張り合わせたような形の網である。クモは大抵その中央付近に下向きにぶら下がる。全く粘着部分を持たない例もあり、糸の一部に粘液があって虫を捕らえるものもある。人家周辺に普通なオオヒメグモの網では糸が 地表に接す,する部分に粘液があり、地表を歩く昆虫がそれに引っかかると、粘りついた糸が地表で切れ、虫は空中に釣り上げられる。姫モは、カゴ状の網の中にシートを作るので、サラモウに似る。この雲の場合、雲は、シートの上のカゴ状の部分にいる。サラモウ、受け皿タイプ皿ラモウ、伏せ皿タイプサラグモ類の網で、 糸を縦横に重ねた薄い膜状の網と、それを支える上下に貼られた糸からなる。膜状部が皿を伏せたような伏せ皿型のもの、下向きにくぼんだ受け皿型のもの、ほぼ水平に広がるシート状のものなどがある。多くの場合、雲は膜状部の中央で、下側にぶら下がっている。数本の糸を引っ張っただけの網である。マネッキ蜘の場合、それらの糸の一部に粘液があって、 昆虫がそこにくっつく。おながくもの網には粘液はなく、たまたまそれをたどってやってくる他の雲を捉える。雲の網の進化については分かっていないことが多い。ただ、縁網のような規則的で複雑な構造がすぐに出来上がるとは思えないことから、いかにして縁網が完成したかという議論がなされている。原始的な雲類である原伏雲暗黙のもの及び雲暗黙、 トタテグモ下目のものはほとんどが地下に穴を掘って生活している。巣穴の入り口に糸で作った扉を持つものが多いが、入り口からその周辺の地上に糸を放射状に引くものがある。これに触れた肖像物の動きが巣に伝わることで獲物を感知し、雲は穴から出て攻撃する。さらに穴の口からより多くの糸を伸ばしてシート状にするものもある。従って、 このような形が網の起源と考えられる。ここから先の変遷については分類体系が近年大きく変動していることもあって定説はない。古典的な議論では以下のような過程が考えられている。蒸気の上後雲類の上後網をそのままより高い位置に移せば棚雲間などの棚網に移行する。この棚網の持つ水平のシートがより発展すると サラグモかのサラモーとなる。サラグモ類のシートは粘性がない糸を不規則に重ねたものだが、これが格子状に整えられたものがスズミグモ属の網で、これが平面になり粘性を持つ横糸を張ると縁網が完成する。また糸いぼに古い板を持つ群は別の系統と考えられていたから、この群における縁毛の進化の過程も別個に考えられている。 それによると、岩金雲かに見られるようなトンネルの入り口に不規則に糸を張り、そこに古い至るい特有の粘着する糸を張ったものから崖地雲などに見られるようなボロモーが発展する。このような網では、巣穴の口から引かれた糸の間に粘着する糸が、そうようにあったり、2本の糸の間にジグザグに張られたりと、一部ながら格子型の糸の配置がある。このような部分が、 放射状に整いながら、トンネル状の巣穴がなくなることで、渦雲かの縁網ができる。しかしながら、現在では古い板を持つ軍がそうでない軍と、独立した系統だとする説が否定されることが多い。それに、スズミ雲族は、典型的な縁網を張る小金雲族と、姉妹軍をなすとされ、そこからも、蒸気の説は馴染みがたい。網を張る雲では、それが張る、網の型と、 その種の属する分類群との関連は非常に強い。例えば、小金雲かや足長雲かのものは縁毛を張り、姫雲かは不規則毛、皿雲かは皿毛を張る。もちろん例外は多々あり、例えば小金雲かにおいても築地雲属のものは三角毛を張り、投げ縄雲は投げ縄で補充し、金江雲属は網を張らない。しかし、三角毛は、 丸毛の一部が残った型と見ることができ、投げ縄もそこからの発展として理解することが可能である。それに対して、異なった型の網である皿毛や不規則毛を貼るものは、小金雲かには存在しない。網の貼り方がわからないままに分類されていて、その雲の網が発見されたために、分類上の位置を変更された例が多々ある。例えば、絹切り雲は当初は、 網が知られないままに足長雲課に所属させてあったが、シート網を貼ることが分かったので、皿雲課に移された。深海は、小金雲浄化について、網の構造や増毛行動などを、雲自身が明確にその存在位置を示している証拠で、あると述べているが、これほど極端ではないにせよ、網の構造が系統と大きなつながりを持つことは広く、認められている。 ヤギヌマタケオ 1969P71 この項はフェリックップ144から146を中心に深海 H2006P316Wikimedia c o には雲の網に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。